皆さんこんにちは。気難しいはずの物理学者の檜山と申します。今日は、物理という気難しいお話をやめにして皆さんに分かりやすいお話をしたいなというふうに思っています。皆さんこう思いませんか？世の中には常識とかけ離れた突飛な発想からまあいろいろな面白いいわゆる、ブレイクスルーだとか、イノベーションというのが生み出されるということがあると思います。または逆の発想、逆のアプローチからいろいろなブレイクスルーが生まれる、イノベーションが生まれるということもあると思います。例えば、これは自動車の大量生産です。100年前は、いわゆるその、たくさんのこの、車、これに人がいちいち移動して、自動車の部品を組み立てるということを行ってきました。しかしそれでは非常に効率が悪いです。そうすると次の逆の発想というのが生まれます。それは車を逆に動かす、これがベルトコンベヤーの始まりです。そうすることによって今度は人を動かさず車が動いて、それに人が張り付いて部品を作っていくと、そういうことによって自動車の大量生産が生まれました。こういうふうに逆向きの発想というのが実社会に非常に大きな役割を担います。実はこの逆向きの発想というのは我々科学の世界においても同様でいろいろなブレイクスルーを生み出します。この話を私の実際の研究を紹介しながらお話をしていきたいというふうに思っています。今年の、物理学賞、ノーベル物理学賞はいわゆる、ブラックホールの衝突からの重力波を検証するということです。これは実は100年前にアインシュタインが予言をしていました。で、今100年経ってこの世界でこの検証を目の当たりにするということは非常に、科学者として嬉しいことです。で、この後に実は中性子星というものの合体をして、そこから出てくる重力波というのが検証されました。実はこの中性子星そのものにも大きな謎があります。我々科学者はこの中性子星というものに今非常な興味を持っています。では中性子星というのはどういうものなのかということをお話ししていきたいと思います。私たちのここにいる宇宙というのは138億年前にビッグバンによって生まれました。その後10億年経って星が生まれます。星の一生というのは生まれた時に太陽の実は8倍をバウンダーにして限界にして運命が変わります。宇宙のその小さい星、いわゆる太陽の8倍よりも小さい星というのはその後白色矮星になって静かに燃え尽きていきます。太陽の質量の8倍よりも大きい星はその後超新星爆発をして、星の内部はブラックホールか中性子星になります。この中のこの中性子星というものに我々は非常に今興味を持っています。この中性子星がどのくらいの大きさかといいますと直径が20キロぐらいです。それはここである江南キャンパスを中心にしてだいたい三宮の駅まで届くぐらいの大きさです。そんなに小さな星なんですけれども実はこの最大の質量は非常に大きくて実は太陽の 1.5 倍もあります。でこのことは実は宇宙の教科書にはちゃんと書いてあって我々科学者も常識として捉えています。しかしながら2010年に恐ろしいことが起きました。なんと教科書を塗り替えるということが起きたのです。それは太陽の2倍の質量が最大の質量であるということが実は分かったんです。でこのことは我々科学者は最大の驚きを持って迎えました。で皆さんから見ると 1.5 から2倍になったところで何でもないじゃないかっていうふうに思うかもしれませんけれども我々理論家は実はこの常識だと思われている太陽の 1.5 倍というものを実は理論で説明しようと思っていろいろ努力を積み重ねてきました。でも下手な理論を使うと
もう簡単に太陽質量の 1.1 倍 1.2 倍というふうになって 1.5 倍までなかなか到達しない、そういう努力を積み重ねていたところに2010年さらにかけ離れた2倍という値を持ってきたわけです。もう我々はかなりショックを受けて、未だに覚えてるんですけど、夜も眠れませんでした。我々はこれを太陽の質量2倍をどうやって解決したらいいのかということが非常に大きな関心事として今まさにホットな話題というふうになっています。ではこの太陽の質量2倍であるいわゆる中性星というのは何でできているのかと言いますと、読んで字のごとくたくさんの中性子、そして少しの陽子、そしてハイペロンと呼ばれる地球上には存在しない粒子でできているというふうに言われています。この研究をするためには実はインプットとしてこの陽子と中性子の間の力、そしてハイペロンと陽子の間の力、またはこの赤と白の間の力というのがインプットとして重要です。しかしながらこれまでは実はこの白と青の間の力ということは分かってきていました。ところが赤と青または赤と白の間の力というのは実はこれまでよく分かっていませんでした。でも中性星の最大の質量の2倍を解き明かすためにはどうしてもこの力というのが重要です。で、一つの解決の糸口としては一つあり得るのはこの中性子星を人工的に地球で作るということが一つ考えられます。しかし皆さん考えてみてください。太陽の質量2倍も大きな星をこの小さな地球で作るって危険だと思いません？ちょっと間違うとブラックホールになるかもしれない。そんなことを科学者はやってはいけないわけです。そうするとここでまた逆向きの発想が生まれます。今度は中性子星そのものを細かく細かく小さく見ていきましょう。そうすると細かく見ていった最初の最小単位というのはこの陽子と中性子、そしてハイペロン、3つの粒子でできています。この3つの粒子もしくはこの4つの粒子というのを、人工的に作るということを考えます。このハイペロンと陽子と中性子でできている原子核をハイパー核というふうに呼びます。このハイパー核はこの加速器施設というところで人工的に作ります。で、この加速器施設で作ったこのハイパー核を理論的にこの構造を解き明かすということを行うわけです。で、この中でハイペロンと陽子と中性子、これ3つの粒子でできています。これを我々は3体問題というふうに読みます。また4つの粒子でできているものを4体問題というふうに言います。この3体4体問題を理論で解き明かすということを行うわけです。で、数えられますよね、3体4体というふうに。しかしながら3体問題4体問題を理論的に解くということは非常に難しいんです。これは何で難しいのかということを次の人間社会を捉えてお話ししていきましょう。例えば仲のいいお友達同士で何か物事を決めようというふうに考えたとすると、気心が知れているので、物事は比較的簡単に決まるかというふうに思います。けれどそこに一人気難しい人が、ちょっと好きじゃない人が例えばやってくると思います。これは3体問題です。そうすると先ほど決まりやすかった物事が途端に複雑になってくるということは皆さん経験があるかと思います。ここにもう一人また気難しい人が入ってくるとします。これ4体問題です。さらに難しくなってきますよね。先ほど2体問題だったら決まりやすかったことが4体問題になったことでご破産になるとか、そういうことも経験おありかと思います。実はこのことミクロの世界でも同じです。非常に多体問題になってくると複雑回帰になってきます。これを数式で表すと途端に寝始める人がいるかもしれませんが、このような数式を明かすということになります。この中でこの V とあるのがインプットで、先ほど言いました力というものです。そしてこの式を解き明かして E と Psi とある記号、これがアウトプットで解き明かすものです。これが実は実験と比較することが可能です。こういった式をきっちりと解き明かして E と Psi を出すというのが実は私の研究の目的の一つです。こういった問題を解くときに、これまでは
この力というものが確実にきちっと与えられれば、先ほどの式をしっかり解いてアウトプットを出し、そして実験と比較するということがこれまでできました。ところが実はこの力という根幹のものができなかった場合、一体どうしたらいいんでしょうか。アウトプットが出せません。こういった問題に実は突入したわけです。そこで考えついたのが逆向きの発想です。つまりどういうことかと言いますと、私の問題数式をきっちり解けます。したがってよく分かっていない力というのをとにかく使ってしっかり解くということをします。で、それをアウトプットとして実験と比較検討します。そうすることから実は逆向きに力に修正を与えることができます。そうしてできた力、信頼できる力を今度は中性性の研究というところにインプットとして与えるということを思いついたわけです。こういう今のプロジェクトを行うことによって、今先ほど言いました中性性の太陽質の2倍という謎、これを解き明かすということも間もなくというふうに我々は感じているところです。最後になりましたが、今日お話したのはこの逆向きの発想、逆向きのアプローチです。我々科学の社会でもこの逆向きのアプローチを考えることによって、さまざまな解決の糸口というのがあっという間に広がるということを経験します。このことは実は我々科学の世界だけじゃなくて実社会においても重要なことだと思います。例えば皆さんが新しいプロジェクトを立ち上げるということをしようと思うと、必ず何か問題にぶち当たる、壁に当たるということは経験はあるかと思います。その壁を乗り越えるときに正面突破をするとか成功法でいくことで、まあ、たまたまだとかそういうことで解決するということはよくあると思います。でもうまくいかないことだってあると思います。そういうときはちょっと別の視点で見る、逆向きの発想で考えてみる。そうしたことで今まで難しかったことがあっという間に解決するということはよくあると思います。皆さんがこれから新しい課題にどんどん挑戦していくことだというふうに思います。もし壁にぶち当たった時に思い出してみてください。この逆向きの発想、逆向きのアプローチです。どうもありがとうございました。